やばいね、顔の具合がすごい。多分うすうすわかるよね。パンパンすぎや。とりあえずいただきます。うん、おいしい。ここ数日間はとりあえず食べたいもの食べまくってた。友達とも一緒に食べたけど、一人でもやったからさ、もうやばいよ。食べ終わった瞬間によっしゃもう食べようと思って、もう食べたいもんあったからさ、インドカレーかつけ麺で悩ん で結局つけ麺を食べたんですけど、大盛りのもっちもちのやつ多分乗せてると思うけど、つけ麺自体はめっちゃ大好きで、一人で行くのはなんか気が進まなくて、いつも友達と行ってたりしたんですけど、でこん時ぶりや、こん時ぶりにつけ麺食べたってことマジで美味しい。ラーメンよりはこういうもちもちした麺が好きで、ジャジャミョンとかめっちゃよく食べる。にしても10月焼きめっちゃサバ読んで1年食べてなかった。だってことやな。前の動画でも、まあ、めっちゃパン食べたいって見てたんやけど、チーズナンがめちゃくちゃ大好きなの僕、まあ、チーズが大好きやきさ、もともとチーズ大好きやしパン大好きやき、それの組み合わせがチーズナンやで、動画にするわけでもなくカレーとチーズナン2枚を食べてしまいました動画外で食べまくってるのどういうことって感じだよね。ようかんチーズナン2枚ってだいぶ胃もたれセットだよね。大学の成績も発表されて無事全部単位取れてたっていう。なんかさ、中学校高校みたいな成績表じゃないきさ、ネットで見れるんやけど、ドキドキ感っていうかワクワク感みたいなのがなくて、一発で分かるくせ、あれボタン押したら。中学校高校の時って親と行ったりもやけど、開いて見て分かるやん。だからさ、あのドキドキ感はもうないなと思って、そうテストやってはい成績みたいな感じやきさ、おいおいって早い早いなっちゃう。この間またね指切っちゃって、普段料理してても全然切ったりすることないんやけど、包丁変えて、包丁新しくしたんですよ。そっからなんか、切れ味良すぎて、マジで。ほんまに、超気がする。慣れてると思ってもさ、新しいもん使ったりしたら、ヘマする。なんでもやけど、みんなも、気をつけて。僕の写真フォルダー、食べ物ばっかないけど、チートデイで食べたものをなんとなく写真撮ったりしてて、やけど写真撮ってないのもいっぱいあったきさ、やばい、相当だよね。全然腹七分目ぐらいや。でもし今日はもう連日食べまくったよっていう事後報告の晩ご飯やったんですけど、また調整して元に戻って美味しいもんいっぱいたらふく作ったり食べたりします。今好きなもん食べた後の体重測っとこうか、記録として。しっかり戻したらチートデイする。わおおおまんま見えるかな。あ、切れた。2キロぐらいはスッと落ちます。また自分の
体の調子整えて、そこからチートデイするんで、いっぱい食べます。なんだかんだ、手作りが優しくて美味しい。ということで、ごちそうさん。